こなんだろう。お、え、何？こんにちは、トレイシー。あ、気まぐれトレイシー。私、気まぐれトレイシー。元気になる秘密売ってるの。28ルピーで秘密する？秘密する？するじゃん。ぬりぬり、どうもありがとう。秘密の薬塗っておいたわ。ハートがゼロになったら効くわよ。お、なるほど。あれじゃないか、一回蘇りみたいなやつかな。これありがたいんじゃない、だいぶ覚えておこう。で、とりあえずじゃあちょっと進んでいこうか、こっちの方に。うわ、なんかタバールの林。さあ、どんどんとかなり広がっていくね。タルタルコーチ一瞬寄ったけど、え、どうしたらいいんだろう。草原って言ってはいるんだけど、こっち墓地と、あ、ウククゾーゲンあった、こっちだ。行ってみよう。うわー、気持ち悪い。ゾンビ、びっくりした。うわー、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる。うわ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 、でもちょっと可愛いちょっと可愛い。これ岩ぶつけれるかな。はい、あ、いけるわ。ちょっと可愛かった。あ、待って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 、それは反則じゃない。こうしよう。うまい。うわー、飛んでくる。進化してるな。全然攻撃が当たらない。おお、食べちゃった。忘れてた。結構すごいな。この子は？ここは？あ、ここか？あ、でもちょっと違いそうだな。あ、これ持てるようになったね。あれ、前のやつもじゃあこれで。ちょっと力強すぎん？力強すぎんかね。これあれかな？前のさ、あのダンジョンも多分これでもう越せるようになってるよね。はい。で、とりあえずちょっと、これって落とせる？あ、落とせるわ。よし、開こう。お、50ルピー。これがだいぶありがたいんだよな、実は。で、ここのハートのかけらを取りたいので、一回ちょっと出よう。オッケー。さあ、ハートのかけらで、手に入れた。いいね。さあ、順調ですよ、意外と。結構順調ですよ。ハートのかけら今2個か3個ぐらいあるよね。さあ、じゃあ草原を歩き回ってみようかな。あ、なんだこれ、明らかに怪しいんだけど。うむ、これは不思議な力が溢れ出した。調べてみよう。はい、なんだ、え、なに、わわわも回ってる、かわいい。なんだ、え、なに今の、え、なに今のこれ。あ、どっかとワープでつながってる感じかな。ただもう一個のこれを見たことがないから、今は飛べないよみたいな、そういう感じかな。そしてウルリラー爺さんのやつがあった。電話ボックス、え、ちょっと電話しよう。ヒントもらう、ヒント。久しぶり。じゃあ、ジーコジーコジーコ、プルルルプルルガチャ。ウルリラじゃ、ワンワンを返してやってはどうかの。マダムニャンニャンも喜ぶよ、ウルリラーガチャ。なるほど、一回返しに行けとのお達し。戻るか。あ、これ待って、これさ、こっち、あ、もう村と繋がってるわ。めちゃめちゃ近くだった。めちゃめちゃ近くでした。あー、マリン、ただいま、ただいま。ちょっと一回、おばさんに返すからさ、ワンワンを。いや、来たよ。ありがとうね、いっぱい貸してくれて。ワンワンのこと、とっても感謝してるざます。ほんと、親切な坊やざますわ。これはこれざます。なんだ？嘘やん。マダムニャンニャンからお礼をもらった。ちょっと照れてんの？もしかして。かわいいなあ、お子ちゃまだなこの子。さあ、ワンワン、ああ楽しいか、楽しいか。もう俺お前のこと怖くなくなったわ。またじゃあちょっと行ってくるから、冒険頑張ってね。頑張って暮らしてね。かわいい、もうかわいく見えるわ。じゃあ行きますか。うん、なんか村の人といっぱい話せみたいなこと言われましたね。なるほど、一度村でちょっと会話を楽しんでみるか。結構会話したけどね。うん、夢の祠。え、何があるっていうの。え、なになになに、
そういえばこれ行けるようになってるわ。行ってみよう。何夢の祠、何があるって言うんだい。え、ベッドだ。寝れんの。え、何これ。何が起きるって言うんだい。え、何これ、ダンジョンだ。あいつまたあれだ、背を向けるタイプだ。はい。あ、待って、それはまずい。あ、それはまじいな。一回これでこう押しながら、いけない、とっても危険。それはまずい、これはまずいよ。一回待とう。あ、これでも出たら戻っちゃうのか。え、難しい。あ、無理だ。うわ、待って、無理なんだけど。ちょっと一回諦めよう、一回ここ諦めよう。難しい、ちょっとまだ経験が足りないわ、ここは。ん、村の南東、穴ぼこ畑にリチャードという男がおる。南東、一度会ってみてはどうかね。穴ぼこ畑、そんなところあったか。あ、こっち、ん、どこだ、南東、こっちの方かな。ちょっと向かってみるか。あ、そういえばここももう行けるようになったから、こっちかな、南東。これなんだ、お、50ルピー。やっぱルピーは結構ありがたいな。後々道具屋とか多分対応していくことになるだろうから。で、こっちかな、なんかこっちっぽいね。お、マーサの入り江、ちょっと違うところ来たけど、ここマーサさんの家かな。じゃあ、あ、誰もいない。あ、また危な、また抜ける床があるわ。なんかコンパスとかあるけど、綺麗だね。調べる。炭素の扉が外れている。もう随分と前から使われていないようだ。ここなんだ、なんか不思議な場所だね。特に何もできない。あー、貝殻だ。これマジで何に使うのか全くわからないんだよな、秘密の貝殻。まあ持っといて損はないか。なんか綺麗なお花がいろいろと生い茂ってる綺麗な場所ではあるんだけど、行けそうにないな。あー、こっち行けない。そしてなんかすごく怪しい、あれ。まだこっちはいけないか。じゃあこっちじゃないな。穴ぼこ畑どこ。あ、ここか。あ、でもなんかいけそうにない。なんだこれ、スライムの鍵穴。まだいけないね、こちら側から読めない。うわー、マジか。あ、でもなんかこの辺っぽくない。いけそうっちゃいけそう。あ、ここか。これなんだ。あ、リチャードの別荘、ここだ。見つけた、見つけた。あ、リチャード、君なんかかっこいい。あ、自分のこと好きそう。いや、僕はこう見えてもお城に住んでたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよな。なあ、僕の頼みを聞いてくれないかい。お礼にいいものをあげるからさ。逃げ出すとき後ろに置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。もう分かった、いいよ。じゃあ、いやー、感激だな。実は葉っぱは5枚なんだ。あ、戻ってくる前にスコップ買っといてね。じゃあよろしく。スコップ持ってるけど。いや、怖いわけじゃないんだが、僕は家で待つことにするよ。あら、そうなの。こんなカエルさんいっぱい買ってどうしたの。そうか、じゃあ覚えておこう。こういうことでいいのかな。これでもう完結、一回一旦完結この話。あ、カレナットの城まであと10分、右上って書いてある。どうしよう、これ先にお城行ってみた方がいいのかな。あ、ハートのかけらがあるね。ウクウク草原戻ってきた。一応草原に俺がこれから行かなきゃいけない場所があるはずなんだけど、なんかちょっとあいつどうしたらいいんだ。おお、爆弾。ちょっと待って、ちょっと、新しいことだらけで今ちょっともう混乱、頭こんがらがりまるよ。ふむ、葉っぱが5枚揃わんとな。そうじゃの、怪しいところに爆弾置いてみたらどうじゃ。あれ、ちょっとこれなんかちょっと早いな、このヒント。このヒント早いな。うわー、あ、ここだ、カナレットの城。入れない、あれ入れないよ、後ろ入れないね。待って、
あと50歩。いや、わかるんで。うわ、気持ち悪い。なんか虫が出てくる。嫌だなぁ。こっちの方から、あれ、こんにちは。猿さん。お猿さんだ。猿キッキー。チキータ、チキータ、猿キッキー。え、卓球？お腹が空いたよ、猿キッキー。お腹が空いた。なるほど。あ、なんかさっきウルリラじいさんが電話でバナナうんぬみたいなこと言ってた気がするな。ここなんだ。貝殻の館。あ、まさかの秘密の貝殻の話か。あ、なにこれ。誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館に宿りし者、闇の力に挑む者を待っていた。島に隠された秘密の貝殻を集めよう。集めし貝殻を持ちて台座に乗るがよい。資格ある者に光の力を持つ剣を与える。おお。お、なるほど、右のメーターが溜まっていくんだな。この感じだと15個から20個ぐらい必要そうだね。いや、もっとかな。普通に 4,50 個必要な可能性あるな。で、ものすごい敵が多い。待って、敵が多いな。しかし、はい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 、はい、ちょっと、はい、もう後ろ八方、後ろ前、後ろ前。動物村、マーサの入り江。動物村なんてものもあるのね。これマーサの入り江つながってるのかな。あ、なんか洞窟がある。お、あ、でも意外と狭い。うわ、なんだこれ。ちょっと待って、いけ。あ、なるほど、そういうことか。持って開いてぶつけると。オッケー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 。これはもうこれだけ、これだけの場所。え、で持ってぶつける。はい。あ、これだけの場所っぽい。下とかいける。あ、いけるんかい。持ってぶつける。オッケー。でスライムは倒す。持ってぶつける。オッケー。こんな感じか。さあ出てきた。多分これ上の崖の上にあったところでしょう。違ったー。マーサの入り江につながった。そんなことが。どうなってるんだ。忙しいな。あ、ここか。はい。不思議な力があふれるポイントを見つけた。調べてみよう。はい。これ何。あ、乗れた。あ、なるほど、これ最高ですね。ワープって言ってたのこれか。よし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 。これだいぶ楽になったんじゃないか。助かります。さあちょっとウルリアじいさん、バナナくれないか。バナナ。おも、なんというか、電話してくれ。ダメなのか。バナナの話は。バナナちょっと欲しいんだけど。バナナ、バナナ、やってるやってる。バナナどうしたらいいの。バナナバナナを今俺一番欲してるんだけど。あ、いた。腹が減ったで、浜辺でバナナをもらってきただよ。もぐもぐ。影丸、もしかしたら持ってくるとええだよ。欲しかったら持ってこい。なるほどね、浜辺に行けばいいのか。あー、ここだ。バナナあったあったあった。これどうやって取るんだろう。ほいほい。あ、ダメだ。あ、ここでもらうのか。そうか、ワニさんがここの管理人だったっけ。そういえば何くんだっけこの子。セールさん。そう。缶詰、これ缶詰もらってこないといけないんだな。缶詰ってどこでもらえるんだろう。全然わからないぞ。缶詰か。いや、タリンさんどうやってもらったんだよ。ちょっといろいろ村を探索してみるか。なんかもしかしたらもらえるかもしれない。あ、待って、ここに缶詰あんだけど。これちょ、これキャンキャン。はは、なるほど、アクセサリー。なんか可愛いアクセサリーが所望してるらしい。アクセサリー、道具屋行ってみるか。ちょっと大将、なんか追加されて、おお、いっぱいある。爆弾あんじゃん。ちょっとこれくれ。こう。あ、やった、爆弾手に入れた。てか弓矢もあんじゃん。弓矢セット、これも買わしてくれ。980、ちょっと高すぎるな。器買っとくべきか。これ
かけらか。いや、これは買おう。はい、オッケー。95。いや困ったな。でもお、4つ揃った。よし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 、これで1個増えたと。弓矢か。そうか、お金が全く足りないな。そしてここじゃなかった。え、なんだ、あと行ってないところ。あ、そういえば俺ここを押せば完全にスルーしてたんだけど、これゲームセンター。あ、やっぱそうだ、今流行りのゲーム今流行りのゲーム。あの人形さ、確かなんか上で子供たちが欲しがってるみたいなこと言ってたよな。ヨッシーだね、完全に。やりましょう。10ルピー。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミングだけ。さあ、ボタンの前へ行ってくれ。頑張ってね。わかりました。はい、奥に動かす、横に動かす。なるほど。はい、あ、やばい。はい、いや、これいけたんじゃない、さすがに。お、どうだ。お、オーケー。おー、そんなこすい商売しやがって。もう一度やってみちゃどうだ。やります、やります、やります。くそ、あ、やっちゃったかもしれん。はい、あー、でもいいぞ、いいんじゃない。もうちょっと奥でもよかったけど、あ、ちょっとやばいかも。あ、いやいやいや、ガチリ掴んだ、ガチリ掴んだ。いや、そんなバカな、そんなバカな話あるかいね。もう一回、ちょっと、あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、やる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 。いや、これはもう、これチョンでしょ、こうでしょ。来た、絶対来た、絶対来た。完璧だよ、これ完璧でしょ。オッケー、弾弾いたけど、どうだ。いやいや、一回やめる、一回やめる。来た、やった、よしだ。この頃いろんなゲームで見かけるな、すごいメタ発言。それちょっと今の取り返したいんで、ちょっとあの50ルピー狙っていいですか。なんならハードのかけらも欲しいけど、とまずこう。ちょっとスライドするのこれこすいよな、ここ。あー、ちょっとやばいかも、あんまり良くないかもしれない。あ、それどうなん。来たでしょ、これは来たでしょ。振動結構あるね。よーし、完璧。これだよね、これをクレーンゲームって言うんだよな。よーし、でこのハートのかけらも狙っていっちゃう。はい、完璧。はい、完璧、完璧。すごい完璧。こんな完璧なかなか見れないよ、みんな。いやいや、もうバッチリじゃん。嘘でしょ、嘘だ、それはどうなの。嘘じゃん。ちょっともう一回、もう一回、もう一回、納得いかんって今の。はい、いや、もう完璧だよ、ほら。何度でもやってやる、この完璧。パーフェクトをみんなに見せてあげよう。いや、完璧じゃん、今度こそ完璧じゃん、その弾きがなければ。よし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 。まあ、縦とかは今はいいか。縦は今はいいか。うん。よし、もうやめよう。てか、縦ってそもそも、今持ってるやつとあれ違うのかな。よし、ハードのかけら。ゲット。これ助かるわ。で、50ルーピー。まあ、元は取れたかといえばちょっとあれだけど、まあまあまあいいでしょう。よし。じゃ、これはあの家に持ってこう。お、それヨッシー人形だ。兄ちゃんすっげえな。いいなあ、うちのお母ちゃんが欲しがってたんだよな。あげるあげる、あげるよ。あ、あ、やっぱ家まで届ければいいのね。行く行く、お母ちゃん。あら、そのヨシ人形をこの子にプレゼントしてくれるのかい。やだよーん、やだよーんは言えん。いいよ。お、なんだ。お、ヨシ人形とリボンを交換した。これも交換できるかも。あら、わらしべ長者じゃん。そしてもうこのリボンをあげる間はわかるよ。あのキラキラアクセが欲しいと言ってたあの乙女に渡しに行けばいいんだね。ワンワンもう来るたびめっちゃ喜んでくれるな。すごい嬉しそうに近づいてくれる。さあ、あ、やっぱりめっちゃ可愛い。ドッグフード缶詰だ。あ、可愛い。
ありがとうね。あ、かわいい。これはかわいい缶詰としてあげれるんじゃないか。ビーフがたっぷり。いや、かわいいじゃない、キャンキャン。喜んでくれてよかった。よし、じゃこれでバナナもらえるでしょ、さすがに。多分あの猿を何とかしないことには先に進めなそうな気がしたので。さあ、ここまで来たらどうだ。なんやそれ、缶詰持ってるんちゃうの。やっぱり。お願いや、その缶詰わしにちょうだい。お願いや。いや、もちろんええよ。おおきにありがとう。ほな、いただきます。あれ、もしかしてあなた前世は本田圭介。あ、そういくんだ。しかも缶詰集めてるって言ってたけど、結構ガチガチに食うんだね、缶詰ごと。お腹で集めてるのか。こりゃうまいわ。ドッグフードだけどね。ほな俺にバナナをあげるな。いや、ほんまに美味しかったわ。あ、よかったよかった。でもなんとかバナナにありつけた。なんかゴッツええ感じ。え、あれですか、ゴジレスヨーダとか見てた世代ですか。よーし、戻ってこれた。さあ、お猿さん、これでなんか先に進めさせてくれないかね。バナナだバナナだ、ウキキ。そいつ俺らにくれないかい。いいよ。嬉しそう。みんな集まれ、お礼をするぞ。なんだみんな。おお、わ、いっぱい出てきた。四方八方から。まさか。おお、ありがてえ。これ絶対あのお城脇から入れるようになるでしょう。お猿の橋の出来上がり。ではさらばだ、ウキキキ。ありがとう。え、なにこれ。お猿が残していった棒切れを拾った。もらっとこう。棒切れか、まあ、一応もらっといて損はないね。剣があるのに棒切れ拾うっていうね。あ、わざわざここに秘密の薬も、そういえばここに入ってるんだね。うん。で、爆弾。今回なんか爆弾わざわざあの道具、何その道具に増えてたってことはなんか使うんじゃないか。あ、ぶぶぶぶぶぶ。あ、こっち行けないんだ。普通に一回溺死しそうになったわ今。危な。あ、ウルギラ爺さんのところがある。入っておこう。またあの爆弾の話かな。はいはいはい。あ、葉っぱやっぱりそうか。ん、一番奥にいる兵士が持ってるのかもしれんの。あ、やっぱりこの城は避けて通れなそうだね。さあ、じゃあ行くか。どっから入るんだろう。あ、ここか。あ、いや、でもこれ水だな。こっち側かな。あ、うん、じゃん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 。やっぱこういうところよ。お、ダンジョンだ。クリボーってこれ踏んだらいけんのかな。あ、いけないんかい。これクリボー踏めるのかな。ちょっと踏んでみたいな、後で。はい。あ、意外と届く。意外と飛距離あるな、これ。さあ、来た。あ、なんか強そうな兵士。あー、でもなんか攻撃パターン同じだな、他と。はい、OK。いいね。取れない。取れた。カラスがいる。ほい。ほい、OK。大体基本的に攻撃パターンは全部同じだな。こういうのなんかどかしたらなんかあったりしないかな。あと、あのカラス撃退できないかな。無理そう。何も見てない、こっちのこと。全く気にもかけてくれない。危ねえ。おい。おい、オッケー。キャッチ&リリース。多分ちょっと違う。よーし、入ってこれだ。これ開けれるのかな。開けれないわ。開けれないです。開けれないでーす。はーい。こっちは。ほい、ほい。ほい。一体ずつ確実に。一体ずつ確実に。あ、ね、落ち着いて、オッケー。あ、何あいつ、かわいい。うわ、何それ。ちょっと待って。なんだそれ。おい。おい。ちょっと一回あいつ倒したい。一回ちゃんと、いてぇ。一回落ち着いて、ちゃんと倒して。オッケーオッケー。で、こいつを対処すると。いや、これ難しくね。難しい。はい。爆弾。うん、難しい。超強いんだけど。オッケー。あ、葉っぱ来た。黄金の葉っぱを見つけた。城の外にもあったのか。危ねえ。普通に見落とすところだったな。はいはい、オッケー。裏とかなかったりしない。あ、階段。あ、これ出てきた階段か。オッケー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 。なるほどね。さあ、じゃあ城内に入ろうか。
結構食らっちゃったな。あいつの正式な倒し方わからないんだけど、行きましょう。あ、爆弾投げ返せばよかったのかな、あれもしかして。さあ来た。今回はなんか爆弾を使いそうな気がするから爆弾をここにセットしておこう。そしてなんだこいつは、なんだこいつは、なんだこいつは。さてで一応防ぎはするな。攻撃できなさそう。いて、なぜに、なぜに。ちょっと落ち着け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 、落ち着いてくれ、落ち着いてくれ、一個落ち着いてくれ。危ない。はい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 。盾構えたり構えなかったりすごいなこれ。はい、オッケー、はい、オッケー、よし。お、普通に出てきた、助かります。よーし、オーゴナッパー5枚あるからあと3枚か。結構すんなり見つかるね。てかこのお城は何なんだ、もう使われてないの。なんか全然すごい、なんか寂れているというか。はいはい、オッケー。なんか意外と静かだよね。モンスターはいるけどって感じだな。オッケーオッケー、よし、ボタン、はい、ん、お、開いたね。お、お城の門が開いた。これで帰りは楽ちんだ。なるほど、ショートカットか、助かります。さあじゃあ行こう。これ見落としてたら、じゃあしばらくあの階段で帰らなきゃいけないことになってたな。お、これなんだ、ちょっと待って、あ、わかった、こうでしょう、絶対こうでしょう、やっぱり。いや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 、誰が好きでこれ、誰が好きでこれ解放すんの。ちょっと待って、はい、へへへ、あー、いて、攻撃してこない、今、ちょっと待って、今、オッケー、今、オッケー、オッケー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 。さあ順調に、めちゃめちゃ手に入るな、黄金の葉っぱ、めちゃめちゃ手に入るな。てかリチャードを助けてなんか得があるのか、なんかいいものくれるとは言ってたけどね。まあ、あの言葉絶対に忘れないからな。うわ、あいつ絶対1個持ってるな、あいつは絶対1個持ってるな。うわ、なるほど、これ面白い動きするな。こっち行けない、ひとまずじゃあ戻ろう。他に道あったっけ、あ、あれ、いや、あ、ここ繋がってるね。右行けない、あれ、これマップ、あ、マップ見れないんだ。ん、どうしたらいいんだろう、ちょっと待てよ、ん、なんか別の入り口がありそう。あ、待って、こっちがあったわ全然気づかなかった、同じマップだって今勝手に思ってたわ。おお、綺麗、ここ綺麗だね、ここから飛び降りれそうで、こっちか、なるほど、繋がってるね。さあ、あ、なんだ、壺の絵が、あ、爆弾、壺の絵が扉に書いてあるから壺を全部壊せばいいのかな。はい、どうだい、あれ違う、違うのか、壺をぶつける、ああ、いや、そういうことか、なるほどね。うわー、ここか、ちょっと待って、ちょっと待って、いて、全然当たるんですけど、縦意味ないわ、こうか、いて、いて、投げさして叩く、ちょっと待って、待って、マジで難しいってそれ、マジで難しい、ちょっと待って、マジで難しいってそれ、いやー、そうか、秘密の薬だ。え、これ縦防げないの、あ、いけるじゃん、あー、難しい、いやー、縦ちょっとこれあんまり役に立ってないな、いやー、難しいってマジでゴリ押しだな、本当に申し訳ない、皆さん、やっぱりアクション苦手だな俺。で、あと1枚、一番奥の兵士ってこいつだよね多分。あれ、あと1枚どこだ、じゃあちょっと最後の1個が分かんないな。ソロワン、ソロワン、あ、カラス、なるほど、それマジでありがたい。こいつか、爆弾とか、どうだろう、おお、びっくりしてる、オッケー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 、あった、ラス1、ついに最後の1番手に入れちゃったぜ。じゃあとりあえずリチャードの ところに持って行って鍵のことを聞こう。お、あ、あいつに鍵のことを聞くっていうことだったんだね。わからないままリチャードのことをすごい助けてた俺。
ただのいいやつ。リチャードやってきたよ。毎回そのまま一回マントバサンってやんないといけないの。トレビアン、葉っぱがすべて揃ったんだね。お前なんかあれに見えてきた、ガッチャマンに見えてきたわ。さあこのカエルの像を動かしたまえ、僕からのお礼の印だよ。カエルの像を動かす？カエルくん、カエルくん、本物のカエルが邪魔をする。はいはいはい。お、え、行ってみよう。え、ダンジョンに導かれたんだけど、あいつ何者なの？落として、ほい、あい、はい、宝箱。おお、あ、秘密の貝殻、これも結構集めないといけないな。光の剣がどうこうって言ってたもんね。光の力か。で、こっち、あぶね。で、こっちか。スライム油断してると本当に足元救われるな。こっちも気になるけど、ちょっと右。はいはい、これは、あ、やっぱりそうか。はい、オッケー。あ、ルビーだけか。よし、じゃあ戻ろう。こうやってどこに繋がるんだろう。あ、穴ぼこ畑だ。危ない。こういうことですね。ちゃんと気をつけないと。ちゃんと前を切っていこう。でもここになんか鍵のヒントがあるってことなのかな、わざわざ言うってことがね。はいはい、切るまでわからないっていうのすごいな。わかりそうなもんだけどね。全部せっかくだから探索したい。はいはいはい、いいね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 。いいね。お、ハート、ハート、ハート助かる。とりあえずハートのかけらもらっておこう。もしかして、あっ、ぶぶぶぶぶ、ちょっと踏ん張れるんだ。でもこれ、嘘だ。これどうしたらいいんだろう。こういうこと？あ、ああ、そういうことか。はい、え、ダメじゃん。まだいけないってことか。そうか、めっちゃ頑張ったのにな今。あ、フクロウさん、気を抜かないでおこう。怖い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 。 OKOK。 はい、足元に秘密あり。あ、そうか、スコップ買っとけよって言われたの、そういうことか。はい、あ、違う。はい、来た、スライムの鍵だ。ウクク草原の入り口へ行こう。やったー、ありがとう。石ぶつけてあげるわ。はい、なるほど、あそこだ、もうすぐそこじゃん。来たー、順調だね。順調かな順調かと言われたらちょっと若干あれだけど。おー、開いた。相変わらずいい音。これどうやっていけばいいんだい。これ爆弾で壊せるかな。はい、これいけたら革命なんだが、いけないんですよね。そうなんですよね。これ右側から回ってこなきゃいけないのか。行こう。なんかこの辺から、あ、こっちから行けそうな雰囲気あるね。こういうことか。でも水落ちると死ぬんだよね。あ、なるほど、こういうことか。1マスだけね。それは下手すぎ。はい、オッケー。こっちからも来れたな。あー、こっちは、なるほど、行けないのね。帰りかな。よし、じゃあ向かおう。いいねいいねいいね、いっぱい順調だよ。お、来た、鍵の穴蔵。